ペイチャイの方から玉こんにゃくとあとお酒とスルメのお振る舞い、あと子供たちにはホットカルピスとココアございますので、テントの方でご自由に、お飲みください。11日成人の日、横町地区子ども会でヤハエロをしています。全国的にはお祭灯とかドント祭とか言われているものですが、長井地区ではヤハハイロとかヤハハエロといって、邪気を払って1年が良き年でありますようにみんなでお参りをします。スルメ舞台がすごい。